鏡山部屋は、かつて、日本相撲協会に所属した相撲部屋。江戸時代からの伝統を有し、明治、大正時代にも大きな勢力を持っていた雷部屋は、1927年に、親方が亡くなった後は一気に衰退した。その後、雷部屋の弟子を引き取った八大迫力も間もなく、亡く,くなってしまい、力士たちは死産してしまった。 その中で同じ雷系列の八角部屋や中川部屋を引き継いだ武蔵川部屋の力士たちをまとめる形で1933年から五代鏡山が力士たちを引き取って鏡山部屋を設立した。五代鏡山は雷部屋最後の弟子の中から万神山を中川部屋からの三熊山を幕内力士に育て上げた。しかし新十両入りを決めた品野川が 徴兵先から帰還しないうちに、1945年に5代、鏡山が亡くなったために鏡山部屋は閉鎖され、所属力士は伊勢ヶ浜部屋へ移籍した。信濃川も戦後に帰還してからは、伊勢ヶ浜部屋に所属した。伊勢の海部屋所属の第47代横綱、柏戸強は、1969年7月場所。 限りで現役を引退して年寄り、七代鏡山を襲名し、翌1970年1月に伊勢の海部屋から分家独立して、江戸川区北小岩に鏡山部屋を創設した。1975年5月場所後には、尾沼、足立が揃って新十両に昇進し、部屋創設5年で関取が誕生することとなった。 1982年12月に、当時の伊勢の海部屋の師匠である10代伊勢の海が、亡くなった際には、7代鏡山は11代伊勢の海を襲名して、伊勢の海部屋を継承することを打診されたものの、7代鏡山はそれを誇示して引き続き鏡山部屋を運営した。その後、倉前国技館最後の場所となった1984年9月場所において、 所属力士の多賀龍が幕内最高優勝を果たした。1996年12月に七代鏡山が正居ことに伴い、鏡山部屋の部屋付き親方である九代将の裏が八代、鏡山を襲名して鏡山部屋を継承した。2013年1月場所において、モンゴル出身の鏡王が新十両へ昇進し、八代鏡山が部屋を継承してからは、 初となる関取が誕生した。2019年9月16日に、同じ時津風一門の14代井筒が救世した際には、日本相撲協会が、翌17日の緊急理事会で、9月場所千秋楽まで井筒部屋所属力士を一時的に、鏡山部屋預かりとすることを決めたため、横綱、鶴流力サブを含む、力士3名を一時的に預かった。 9月場所終了後、伊豆津部屋は閉鎖され、同じ時津風一門の道の区部屋に転席となったため、各竜を含む、力士3名と、床山1名は、道の区部屋所属となった。最後に新弟子が入門したのは2004年3月場所で、2008年5月場所を最後に当時所二段の鏡竜が引退して、以降、所属力士は、鏡王と竜星の二人のみという状態が13年。 以上続いていた。2021年7月21日の日本相撲協会の理事会で、鏡山部屋の閉鎖と八大鏡山ら関係者全員が伊勢の海部屋へ転属することが決定。これにより、鏡山部屋は51年の歴史に幕を下ろした。太とは幕内最高優勝経験者。ありがとうございます。